これら日本語の魅力というのがですね、ただ日本人にとって自分たちの言語が魅力だっていうわけじゃなくて、他の国の人たちにまで魅力をね伝播させているということで、まあこれを畳瀬効果っていうね、鈴木隆夫慶応義塾大学名誉教授が作った、言葉ということですけれども、畳瀬っていうのはフランス語なんですが、その畳から作られた言葉、まあこれ英語で言う畳ゼーションとかそういう言葉なんでしょうね。私のドイツ人の先生もなんとかゼーレン、畳ゼーレンっていう言葉を教えてくれました。何々かされてしまう、なんとかゼーレンっていうのが、なんとかゼーションぐらいの意味なんですけれども、はい、これはフランス語だと畳ゼーになると、畳の上で暮らしているうちに日本的なものが染みついてくるっていうね、日本株でする、日本びいきになるっていう意味の言葉で畳ゼ効果と。で、この畳ゼ効果みたいなのが、まあ、普通にフランス語としてこういうのがあるというように、日本人的な生活様式、そして日本語を使っていることで、精神的にもなんか日本人のようになると。これいい意味ですよ。うん。なんか、リーベングイツとかそっちの方の意味じゃなくてね。だから、そういうふうなものまで、国際的に、まあ、認められている、認知されているということ。まあ、これも日本人自身がね、あまり意識してないんじゃないでしょうか。自分たちが、だから、なんていうかな。自分たちが美しい日本語とかを話せば、いい意味でこういうのが進むでしょうし、逆に日本人がちゃんと日本語を使わなかったら、こういうものも起こらなかったら、あるいはネガティブな意味でね、これが使われたりするかもしれないっていうね。ってことは、我々一人一人がね、日本語を正しく話せるか話せないかっていうことでね、日本文化を担い手としての素質が問われているということになるんでしょうけれども、日本人自身がそういうものに対して、まあ、ちょっと不干渉というか、わかんないになってきてるのじゃないかとか、例えば家庭の中で親が子供にそれを伝えられてるかっていうね、そういうことが、もしかしたら重大なのかなと。先ほどの話で言うと、その日本という国家がグローバル化に飲み込まれるかどうか、飲み込まれないようにできるかどうかっていうのは、日本人が日本、こういうね、日本語のつ、そういう、実はそう、こういう強さとか素晴らしさを持った日本語をちゃんと守れてるか、田舎にかかってるんじゃないか。ね。だからグローバリゼーションと距離を置いているフランス人、フランス語でこそこういう畳瀬効果っていうね、いうような言葉もあるんじゃないかというふうに、まあ、この本を読んでて私も思いました。日本語をね、国際共通語にできないだろうかっていうね、試みを著者は、提起してるわけですね。はい。で、国際共通語になれるかどうかっていうその条件を、まあ、最初、国際共通語の条件ということで、まあ、エスペラント語の研究者でもある水野義明さんという方がですね、最初のこの1番から3番目の3つ挙げてるわけです。中立で 無国籍であることと、あと言語の仕組みが合理的であること。まあ、合理的っていうのはちょっとここには具体的にどういう意味かは書いてません。で、あと容易に学び使える。ということですね。ここには書いてませんというのは、後で書いて出てくるわけですけども。で、それがまず、その水野氏の、定義といいますか、まあ、示した条件。で、ここに、著者は、このね、津田教授は、平和って4番目で平和的特質があるというのを あえて挙げているわけでございますね。で、中立無国籍であるというのをこれ括弧してるのは、これはさすがに日本で使われている日本語だからちょっと無国籍ではないということで、1番はちょっとね、当てはまらないんですが、この2番目合理的であるかどうか、水野氏の定義に示し、照らし合わせればね、水野氏は一定の規則に従って整然とした体系をなし、例外を許さず、どこの誰でも安心して使える言語という書いてるんですけれども、エスペラント語ほどはね、例外なくこう、文法は簡単ということではないんでしょうけれども、日本語は合理的じゃないかということを著者が考えているのと、あと三つ目の容易に学びつける、これはね、私もね、なんか日本語の対局なんじゃないかと。つまりなんか、いろんな大学の留学生とかも日本語学習宿泊してるじゃないかと。なんか日本語が難しいとかね。まあ、それ以外も難しくて宿泊してるのかもしれませんけど、ともあれですよ。容易に学び使えるかどうかという点についてはちょっとね、私も、あれと思ったんですけれども、ところがこれ、アメリカ人学者のロジャー・パルバーさんという方がですね、日本語は非日本人にとって、だから日本人じゃない人たちにとって、話すだけならとても優しい言語ですと。日本語はリンガフランカ、これ共通語という意味ですけれども、ラテン語の言い方ですね、リンガフランカに最も向いている言語の一つなんですというふうに言ってるんですよ。なんでか、なぜか、はい。これ三つ理由があってね、日本語はなぜ学びやすいか。一つ目は、日本語の動詞の変化は規則的で、語尾変化のみで多様な表現が可能になると。食べるっていうのが食べない、食べたい、食べられない。食べまでは一緒なわけですよね、同じ意味でね。で、二つ目が、
少ない語彙ボキャブラリーで多様で微妙な表現が可能であると。英語とか他の言語だったらもう複数の種類の言葉を使わなきゃいけないの、日本語だったらするという動詞変化させるだけでするするよするかもするするとか、そういうふうにもうどんどんなんだたくさんの表現を一つの元の言葉から派生させて、使うことができると。で3つ目が日本語の膠着性によって柔軟に多様な表現が可能であるとね、例えば言うという言葉がある言うね言葉があるんだけどそれを言い出すとか言いふらすとか言い返すとかこれも英語とかだったら全く別の言葉がいろいろ並ぶんでしょうけどそれで日本語だったら言うという言葉に出すふらす返すとかをくっつけるだけでたくさんの表現が可能になる。だから逆に話し言葉としてだけなら大変使い勝手がいいし使いやすい学びやすいというそういう指摘がこれ日本人じゃない研究者がそう言ってくれてるんですよね。会話に限って言えば日本語は英語よりはるかに優しい言語だというふうにこのパルバーさんは言ってくれてるようなんですけどもこれもなかなかね日本人だけで議論しようと気づかないところですよね。だから 3番はこれ条件満たしてるんだということなんですよ。で4つ目の平和的特質そうですよね。やっぱりある言語をみんなで話そうって言うんだけどその言語を使ってる人が使ってる民族がいつも喧嘩ばっかりしてるといやこの言葉を使うと喧嘩ばっかりになっちゃうんじゃないかというふうに不安になりますけれども日本はそうじゃないというね。だから日本は平和な国だってことは建国以来滅びたことがないわけですからね。だからそういう意味で平和でかつそういう安全を守ってこれた国だということはやっぱり日本語はこの4番の平和的特質があるというのをやっぱ兼ね備えているということで、で、まあ、少なくとも英語よりはこの、まあ、1番はともかくとしても2、3、4というのは日本語の方が満たしてるんじゃないかということで国際共通語に日本語は堂々と、ね、エントリーしていいんだというふうにまあ言ってくれてるわけですよね。国際的には日本語っていうのは普及まだまだしてないんですけれども、しかしまあやっぱり平和で繁栄してるね、平和で繁栄してるっていうことが国際共通語として日本語を使う際にやっぱり決定的に重要で、ってことはですよ、ってことは、はい、日本語は国際共通語に向いてるという著者のね、主張が正しければという仮定のもとの話になりますけれども、で、私もこの書論には賛成するんですけれども、日本で今自虐史観ね、日本は悪いことをしました国ですと、あるいは日本はかつて、アジア各国を侵略しましたっていう、いわゆる自虐史観がありますけれども、この自虐史観が、固定化されたままだと、日本語の国際共通語化ができないということになるわけですね。はい、だから実はいやそうなんですよ。逆に言えば日本語の国際共通語化を邪魔したければどうしたらいいかというと日本は悪い国だったんだと日本人にも言ってあるいは国際社会に向けても日本は悪い国だったんだから日本語が国際共通語になるなんてとんでもないという喧伝をすればいいということになるわけですよね。はい、だから逆にね日本語を国際共通語化しようと思ったらそういう日本が悪い国でしたと平和じゃないなんか公戦的な侵略的な国家でしたっていう自虐史観をまず何とかしなきゃいけないわけですよ。戦時中大東亜共栄圏っていう構想がありました。でこの大東亜共栄圏っていうのは西洋から袋叩きにあった特にアングロサクソン諸国ねアメリカイギリスなどから袋叩きにあってまあまあこれ戦争で負けたということもありますがもうこんな発想はとんでもないということでもう戦後ほぼ全否定されちゃったわけですがそれを今の話を考えるとですね、アングロサクソンアメリカイギリスが大東亜共栄圏なんで日米同盟とかはまだしもですよあるいはその前にも日英同盟がありましたけどもそういうものは OK なのに大東亜共栄圏が絶対許せないのはこれはね、大東亜共栄圏ではアジア全域に日本語が広がって日本語が英語のようにですね国際共通語になってしまって日本とか日本語は確固たる地位を国際社会でドーンと占めるようになってしまうのを防ぐためだったんじゃないかとねそっちの方、ね、が重要だったんじゃないかな。植民地政策以上に言語政策上これは阻止しないといけないとアングロサクソン諸国が思ったんじゃないかというふうにねこの本を読んでたらなんかそういう気がしてきましたね私はね。